はい、12時になりましたと。つうわけでね、もちろん今回の動画はこれ、ホップステップ確定ガチャ。どこまで引くのが正解か、それはもちろん人それぞれ。ただね、やっぱ人間欲深いから結局最後まで引いちゃう人って多いじゃない？私思うのよね。10連目絶対引いた方がいい。だってオーブ10個だよ。バカバカしいぐらいじゃん。で、一応全キャラ出るっぽいから、まあ、これでね、未所持でも当てようもんだったら俺の勝ち確って話よ。はい、ドン、10連目。オーブ10個だからさ。ほら、ほらほらほら。え、嘘マジで未所持来たんだけど。もう勝ちじゃん。俺の勝ちじゃん。しかも限定抜くとか、まあ、重心化済みだけど、ダッキーでしょ？ダッキーじゃないよ。すごくない？ナポレオンも一応限定だよね。4枚抜きだよ。誰だっけ？ちょっと当てる。名前先に当てる。セオボ。違う。セオボじゃない。月影だ。ごめん。はい。で、20連目。これどうするかっていうと、引くんだよ。下手くそ。オーブの使い方が下手くそ。欲深い人間は損をする。ほんとそうだと思う。俺ね、去年50連引いて、まあ案の定だよね。いや、全然出ないじゃんって。欲しいもん出ないし、オーブ普通になんか損した気分だし、ってなっちゃったわけよ。はい。1体出たね。じゃあ、ここからよ、迷うところは。え、30連目ってどうするの？どうするの？ってなるじゃん。引くのよ。ここは引くのよ。なんでだと思う？まあ、オーブ30個で10連。まあ、ちょっと割高かな。でも、合算してみ？今、60個消費。え？30、40、50、60個消費で、待って、よ、持ってたからいいけど、待って、今回限定率高くないか？ルナだよ？え？ちょっと引く？え、待って。俺、引く気全くなかったんだよね。いや、動画的にはもう40、30連でやめるつもりだったんだけど、はい、やめまーす。以上、終了。この辺で終わるのがね、実際一番得だと思う。だって今後さ、まず、年末が来る。で、コラボが下手すら来るかもしんねえ。そんな時によ、あー、やっちまったよ。あそこで引いちまったからよ。俺はよーって、なるでしょ、みんな。え、課金するやつは知らないよ。俺しないからさ。いや、する。ごめん、する。たまにする。だって今30連引かせていただいて、オーブの消費はたったの60個。要は10連プラス10個。すげえ得じゃね？で、結果出たのはね、でも、そうそうたる出方したんじゃないの？うん。ここまでか。ここまでだね。はい。星5だけでも相当な数が出てるし、今回ね、結構ガチャ率高いのかもしんないって言って、この動画を見て当たんなかった人文句とか言わないでよ。俺はたまたま出たけど30連でやめっかんね。この後絶対引かないから。だから俺は30連がベストだと思います。で、最後の星6一体確定あるでしょ？そこに関してはこれを言っとく。限定キャラめちゃくちゃいっぱいいるからね。お目当ての限定が出るんで絶対読まない方がいい。そうやってみんな涙を飲むんだ。じゃあな。バイバイ。いいガチャ引けよ。